お出かけ交通は、福岡県北九州市各地において行われている公共交通事業である。既存バス事業者のバス路線が廃止された地区、あるいは高台などの路線バスのない地区、高齢化率が市の平均を上回る公共交通空白地区などを対象とする。運行地域の住民により蘇生した運営委員会が運営主体となり、 交通事業者が運行を行い、北九州市が女性を行う。乗り合いタクシーと路線バスが運行されている。1999年、高台に住んでいる高齢者の足を確保できないのかと、住民が行政に要請を行い、その声をもとに2000年7月運行支援をすることを決定。同年10月31日から枝光地区で、 ジャンボタクシーによる試験運行を開始した。当初は2001年3月末に試験運行を終了する予定であったものの、最終的には試験運行期間を1年延ばし、2002年4月から本格的な運行に移行している。また、枝光地区が本格運用するにあたって、2002年2月に道路運送法が改正されたことにより、バス路線の廃止が、 自由化されたことが契機として、他の地区でも同様のことができないのかと検討を開始。翌年の2003年4月1日から小屋の瀬、楠橋星ヶ丘地区、大間、道原地区、平尾台地区の3地区も加わり、現在では、枝光津地区、田代、河内地,地区、大倉地区、常見、北区地区でも運行している。運行にあたって、北九州市では、 以下の項目で運行するのに必要な支援をしている。また運行する地域でも利用促進のために年2回の回数券購入キャンペーンイベントをして回数券の特売、大中選会ダゴシルの振る舞い等の実施。運行資金を捻出するために企業の協賛金や町内会会費の一部を当てる取り組み。コスト削減のために 自らバス停表示をスプレー書きする、時刻表を個人宅の壁に貼るなどをして、地域全体で交通を守る活動をしている。しかしながら、枝三津地区以外では、採算が取れていないのが現状で、たとえ以前に、路線バスを利用していた乗客でも、お出かけ交通に交互は利用しない事例も、発生している。また過去には、桜ヶ丘地区、立浦地区でも運行されていたが、 いずれも採算が合わず運行を休止している。枝光さか乗り合いタクシーの車両を出かけ、交通としては、最も早く、2000年10月31日から運行開始されている路線で、八幡東区北東部の枝光駅東側にある、丘陵地に広がる境外で坂の多い住宅地で運行される。 枝光やまさか乗り合いタクシーの愛称が付けられており、枝光北、南やまさか乗り合いジャンボタクシー運営委員会を運営主体とし、枝光地区に事業所を置く、光タクシーが運行する。全便日曜、祝祭日は運休。運賃は1回150円。21枚綴りの回数券がある。車両は、トヨタハイエースの14人乗り1台、9人乗り1台を、 使用する。当初は9人乗りのジャンボタクシー車両のみを使用していたが、現在はバス扱いとなる14人乗りの車両も使用されている。路線はすべて片経路の循環路線である。当初は枝光ルート、荒出ルート、山王ルート、富士見ルートの4ルートだったが、その後ルートの新設、変更があり、現在は以下の5ルートで運行する。 八幡東区南部の山間部の集落である河内地区及び田代地区で運行される路線で西鉄バス北九州が56番河内中畑線の上し田た南を廃止したのを受け代替として2011年10月1日より運行されている田代河内地区お出かけ交通運営委員会が運営し八幡第一交通が運行する運賃は 高校生以上400円、中学生以下200円。平日7往復、土日祝日に往復設定されているが、前日までに予約のあった便に限り運行する。4人乗りの小型タクシー車両を使用する。八幡東区中央部の旧国道3号南側一帯の、丘陵地に広がる、住宅地で運行される路線である。 バス路線がない高台住宅地で住民の高齢化が進行していることにより2011年10月1日から運行開始し2012年9月3日に本格運行が開始された路線は全て片経路の循環路線で西鉄バス大倉バス停付近の旧国道3号から南西に向かう勝山ルート、真南に向かう羽衣ルート、西に向かう末広ルートがある。 大倉地区お出かけ交通運営委員会を運営主体とし、南国工業が運行する。主要停留場のみ記載勝山ルートは6本運行で、内始発1本が、勝山南団地発。羽衣ルートは10本運行で、内始発1本が、防火水槽前発。末広ルートは午前、午後1本ずつの2本運行。土曜、日曜、祝日は、全便運休。 運賃は200円均一。トヨタハイエースのジャンボタクシー車両を使用する。ふれあいバスの車両や旗西区南西部の蓄放電機、鉄道小屋の正規周辺の住宅地を循環する路線で、西鉄バス恩賀がこの地域のバス路線を廃止したことを受け、2003年4月1日から運行開始されている。八和南地区お出かけ交通運営委員会を運営主体とし、 第一観光バスが運行する。触れ合いバスの愛称が付けられている。運賃は1回200円。11枚綴りの回数券がある。1日9本が運行される。朝の始発1本のみ、笹田始発。全員便土用、日曜祝日は運休。トヨタハイエースのジャンボタクシー車両を使用する。大間、道原地区の停留所かつて運行していた。 北斗観光バスの車両を小倉南区西部の山間部の集落と西鉄バス中谷営業所のある中谷地区を結ぶ路線で西鉄バス北九州がこの地域のバス路線を廃止したことを受け2003年4月1日から運行している中谷地区の西にある大間発着の路線と中谷地区の南西にある道源に発着する路線がある大間 中谷地区お出かけ交通運営委員会を運営主体とし、ひまわりタクシーが事業主体となり運行するほか、平尾台観光タクシーが協力会社となり一部の便を運行している。路線に関係なく、ひまわりタクシーの便には、ひまわり号、平尾台観光タクシーの便には、同社が平尾台方面で運行する、お出かけ交通と同じくカルスト号の愛称が付けられている。 運行開始当初は、ひまわり号は、北斗観光バスのマイクロバスによる運行であったが、2013年11月1日より、北斗観光バスが撤退し、同グループのひまわりタクシーによる乗り合いタクシーに切り替えられ、全便が乗り合いタクシーとなった。路線は、以下の2ルートで、いずれも往復運行。大間発着は6往復中朝の1往復が、 平尾台観光タクシーの担当。道原発着は5往復中朝の2往復が、平尾台観光タクシーの担当。ひまわりタクシーは、徳光橋を奇襲点とし、中谷にも停車する。平尾台観光タクシーは中谷を奇襲点とする。吉金、大ママ及び、菅尾中学校、道原間は、フリー乗航空間。徳光橋から、 両谷出張所管は既存の西鉄バス北九州の路線があるためクローズドドア区間。土曜、日曜、祝日は全便運休。運賃は、吉金、菅尾中学校、中谷、徳光橋間が大人100円で、それ以外の区間は大人300円、小学生以下は200円、3歳未満は無料。21枚綴りの回数券がある。両者とも、 トヨタハイエースのジャンボタクシー車両を使用する。小倉南区の中田日社区及び JR 石原町駅と同駅南東の集落及び平尾台を結ぶ路線。カルスト号の愛称が付けられている。西鉄バス北九州が平尾台への路線を廃止したのを受け、大体として2003年4月1日から運行しており、平尾台に至る。 唯一の公共交通となっている。東谷地区町づくり協議会を運営主体とし、ひまわりタクシーが運行する。定期便は3月20日から11月30日までの土曜、日曜、祝祭日のみ運行され、4往復の運行である。この他に3名以上の予約で9時から17時までの随時に運行する予約便がある。予約便は、 定期便の運休日であっても予約があれば運行される。運賃は、区間制で400円、500円、600円の3段階。3歳未満は無料。300円券21枚綴り、および200円券21枚綴りの回数券がある。トヨタハイエースのジャンボタクシー車両を使用する。西鉄バス北九州が、 モジク東部の北区地区に至る42番、モジローカル線や道南東部の常見地区の海岸近くを通る47番48番、大里線を廃止したのを受け、大体としてこれらの地区で運行される。常見北区地区お出かけ交通運営委員会を運営主体とし、北九州第一交通が運行する。2011年10月1日より、 試験運行として運行開始され、2013年9月1日から本格運行となっている。運賃は大人250円、高校生200円、中学生以下100円均一。上記にルートは投資で乗車可能。平日は、常見地区巡回ルートのみの便が12本、常見地区巡回ルートと、常見帰宅ルートの直通が4本の、計16本が運行される。 祝日以外の土曜日は常見帰宅ルートは運休し、常見地区巡回ルートのみ14本が運行される。日曜、祝日は全便運休。9人乗りのトヨタハイエースのジャンボタクシー車両が使用される。バス路線がなかった小倉北区の北東端の高台に、ある富野地区の住宅地を結ぶ路線として、2005年3月1日から運行開始された。 ミニバスの愛称が付けられていた。桜ヶ丘航空生活交通運営委員会が運営し、北九州第一交通が運行していた。運賃は1回200円、小中学生100円。小学生未満は無料。全便化用、木用のみ。ジャンボタクシー車両を使用していた。2008年10月運行休止。もじ区北東部の立浦地区と、 西鉄バス文字営業所のある田野浦とを結ぶ路線で、西鉄バス北九州が7番、文字戸端、八幡線の立浦不頭入り口から、立浦間を廃止したのを受け、2011年12月12日から2012年9月30日までの施行として運行開始した。田野浦地区お出かけ交通運営委員会を運営主体とし、北九州第一交通が、 事業主体となり運行する。運賃は250円。田野裏と立浦裏のみに停車し、平日のみ7.5往復が設定され、前日までに予約のあった便に限り運行される。土曜、日曜、祝日は全便運休。4人乗りの小型タクシー車両を使用する。2012年9月30日限りで、 試行期間が終了するとともに正式運行に至らず、運休中。戸畑区南部の高台を地域を運行する路線。2016年10月1日から同年12月1日までの試行として運行開始した。北九州タクシー協会戸畑地区会員の5社が事業主体となり運行する。運賃は250円。祝日を除く日、期。 土曜日にに往復運行。4人乗りの小型タクシー車両を使用していた。2016年12月1日限りで、試行期間が終了し、運休中。ありがとうございます。